はい、どうも、梅ケツのお待ちでございます。さあ、というわけでですね、今年初のドッキリを仕掛けたいと思います。さあ、今回やるドッキリ、もう定番中の定番、こちらでございます。ビリビリペン。どんな感じなのかね。というわけで こちらを、サッシとクリとケンさん3人に仕掛けていきたいと思います。仕掛け方としてはですね、マスさんの企画で、誰が一番素早く、そして綺麗に文字を書けるか、みたいな感じで、文字を書かせるっていう、それで、ボールペンを持たせてビリビリを仕掛けようというものでございます。今からやってもらうのは、ストップウォッチの合図でレディーゴーとともに文字を書いてもらいます。文字で、書いてもらうのは、全員同じ文字書いてもらわないと、誰が早く綺麗にっていうのは分かんないんで、書いてもらう文字は、新潟の名産はコシヒカリ。はい。新潟漢字、のがひらがな、名産漢字、コシヒカリ。ってやれば、ひらがな？ひらがな。コシヒカリはカタカナ。ってやれば、カタカナも見れて、ひらがなも見れて、やば。漢字も見れるんなで、げ。その総合と、総合のうまさと、速さで、総合点みたいな感じでつけるんで、それを俺とマスさんで後から審査するって感じ。失礼な字書けるでしょ、そんな。じゃあ、膝の、みんなあれだったんだけど、膝の上から置いてもらう状態で、レディーゴーとともにやってもらうんで、そこだけお速願いしさと、あれね。速さと、と、うまさうまさうまさ、綺麗さみたいな。綺麗さ。なるほど。いいっすか？そこ、うわっ。これマッサンプレゼンツなんで。これ面白いね。いきますよ。はい。大丈夫ですか？準備は。いきます。レディーゴー。ちょっと、これない、しびれるやつない。やられた、これ。これ、やられた。書く感じ、書かない感じです、この。もう、このゲーム自体は、正直、このために用意されたゲームというか。やられたよ。マジか、これ。まあ、今年新年一発目のドッキリということで、みんなにかけてやろうじゃないかと、マスさんと二人で考えたものでございました。これね、やられたけど、敵ながらあっぱれ。敵とか敵じゃないけど、あっぱれですね、これは。こう、こん。みんなはね、騙されるなよ。丁寧に早く書いてください。丁寧に早く、うん、オッケー。で、後から俺とマスさんで審査するんで。うん。あっ。あっ。なんかおかしいと思ったって。あっ。俺、電気はダメだもん。あ、電気ダメなの？電気はダメなの。電気以外ならいいよ。じゃあ、最後ね。最後。いやいやいや、もう。最後、ビリビリで締めてください。いやっ。なんか、あれなの？ボンとかいらない感じかな。あ、もう、差し込んでいくんで。なるほど。大丈夫です。はい。いいっすか？はい。じゃあ、一言先にいいですか？はい。はい。最近、ローグマミ。いくよ。うん。レディーゴー。ちょっと、やば、マジで。ちょっともう一回、もう一回。ちょっと待って。マジか。いった、ちょっと待って。いや、僕結構静電気走りやすいタイプなんですけど。はい。あれ？え、だ、ねえ。え、もういい。え、あ、外ってる。外ってる、外ってる。マジ、これ、静電気走るやつじゃない、絶対。これ、静電気走る。まあ、まあ、これなるほど。そう、実はですね、これ、初めからあんな競技なくてですね、これ言って最初からドッキリ仕掛けたいがために、みんなに仕掛けようっていうやつだったんですよ。なるほど。
いや、なんか予想以上に、痛がってくれたんで、いい映画撮れたなと思いますけど。ちょっと見て。はい、じゃ、ありがとうございました。動画見ていただき、ありがとうございます。概要欄の中から、他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。